ぜこの動画を撮るかというと、まあ、自分が解説させていただいた試合であり、まあ、全くね関係のない試合はあまり僕は語ることはしないって決めてるので、まあ、今回こうしてせっかくあれぐらいのビッグファイトってめったにないので、まあ、あのビッグファイトを生中継で語らせていただいたということで、まあ、ちょっとやっぱ中継だけではなかなか伝えきれなかったかなっていうところを伝えたくて、回させてもらってます。緊急で。中谷ロマチェンコ戦は、まあ結果はもちろん、知っての通り、負けです。敗北です。で、まあ、内容としましては、やはりロマチェンコがうまかった、もうそれに尽きる試合だったんじゃないかなと思います。で、まあ中谷選手も身長差やリーチを生かしてジャブを打っていったり、入ってくるところに右合わせたり、近いところでは右ボディとか突破口を作ろうとしてたんですけど、その戦い方は僕は間違ってはないし完璧だったと思うんですけど、思ったよりもロマチェンコが調子も良くて、よく足が動いてたんで、なかなか捉えることができなかった。ロマチェンコのな、じゃあ何がうまいねんって多分見てる人は分からないと思うんですけど、やはりロマチェンコは常に頭を動かしてるんですよね。頭だけじゃなくて今度足も動かしてるんですよ。で、足も右に動いたり左に動いたりで、今度ステップもこう横に動くだけじゃなくて前にステップして打つと見せかけて打たなかったりで、すぐまた打ったりとか、打たないなってタイミングでスッとステップして入ったりっていう、まあこの体を使った、足を使った動きってのがやっぱ全体的にすごいので、まあそれが対戦相手にとってはフェイントにもなるし、タイミングもわからなくなるし、見ちゃう。それをすることでこう頭を動かす、足を動かす、その動作でどういう攻撃を仕掛けようかな、どういう攻撃を仕掛けてくるかなって見てるうちにどん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 前に出てくるんで、攻撃してくるんで、気がついたらペース取られてるというような戦い方ですよね。で、今日中谷先生がもう最初からもらってたロマチェンコが右に頭を抜いて左打つ、あれなんで頭を抜くかっていうと、もちろんフェイントにもなるんですけど、自分は安全な射程距離に入るんですよ。相手のパンチがもらわないで、四角から打って、そのままロマチェンコの場合は打って、そのままくるっと回って相手の背中に回るかのように回って攻撃するという、まあ、あれがロマチェンコの得意技でもあるんで、まあ、あれをやはりなかなか分かってても反応できなかったところが、まあ、結構この最初からパンチをもらった原因でありますよね。あと、まあ、僕が見て試合を見て、まあ、結果論で思うと、まあ、中谷選手はやはりスエや L 字ガードってここでガードしたり、タイミングを狙って一緒に打ったりとかやってるんですけど、ウィービングがないんですよね。要は頭を U の字に動かす、こうで、あれをじゃあなんで した方がいいのかっていうと、やっぱロマチェンコは背中方面に回って打ってきて、中谷選手は自分より背高いからこういう角度で飛んでくるんで、あれをうまく頭を低いところに持っていけたら空振りさせることができたんですけど、それがちょっとやっぱ今回一回もなかったから、まあちょっとパンチをもらいやすくなってしまったのかなとは思いますね。まあ、逆にロマチェンコはさ、ウィービングをうまく作って中谷選手の左フックをくぐってサイドを回って打ったりとか上手にしてたので、まあそのサウスポー対右の戦い方のそのバリエーションの多さも、まあロマチェンコの方が多かったっていうのはありますね。ただね、まあ中谷選手テオヒモロペスに、まあ負けましたけど、すごく評価を上げる試合で戦って、まあ、そこから1回引退しましたけど、その次のベルデボーやったかなの試合で、2回ダウン取られながら、
前最後まで自分を信じて諦めない心で戦って、そして大逆転 KO 勝ち。僕はあの試合も解説させてもらってましたけど、いやもうあれは勝った時叫びましたからね、うん、あこれがボクシング、 This is ボクシングってものを見ましたね。もちろん技術があってパンチがあって守るのが上手いやつが勝つのがボクシングですけど、でも本当の本当に大事なのはやっぱ気持ちなんだなというような、そういうような試合を見せてくれて、中谷選手ってまあもちろん技術もあるしパンチもあるんですけど、何よりもやっぱ気持ちが強い選手だから、今回ロマチェンコ戦も自分の実力で決まった試合で、もしかしたら自分を信じる気持ちで最後まで戦ったらどっかでいいの当たって KO できるかもという、もちろん期待もあって見てましたし、まあ、結果的には負けちゃいましたけど、まあ、ロマチェンコの技術が上でしたけど、それでも見てて一回も心折れないし、最後の最後、まあ、ダウンみたいにはなりましたけど、最後のストップってなる瞬間まで勝つ気で勝つことを諦めない姿勢は、僕はやっぱ日本人は見習わないといけないと思いますし、またあの大舞台であのロマチェンコといつも通り平常心で戦えた姿は非常に僕はもう感動しましたね。だからこうして負けはしましたけど緊急で動画を撮りたいなと思いました。まあ今後はもう自分が決めることですから、これでもう満足したと思えばやめたらいいと思いますし、またどっかでもうちょっと休んでもう一回やりたいなと思ったら全然まだやれる、僕は年齢だと思うんでやってもいいと思いますし、まあ澤さんの言葉を借りるんであれば、満足してやめることは無理でも納得してやめることはできるとスポーツマンはおっしゃられてたんで、中谷選手がもう納得したんであれば自分で決断したらいいと思いますね。そうですね、まあ、村田スバル定型の選手で、まあ、小学校5年生から通ってる選手ですね。5年生の時に僕に憧れて、僕のウィラコンの2戦目を見てボクシングしたいって新生ジム和歌山から1時間半ぐらいかけて通ってましたね。まあ、僕のその2006年の試合を見て、彼が小学校5年から、そんな彼がまた今度今ラスベガスのところに立ってっていうのは時代を感じますね。まあ昔はね、一人で合宿場おったら寂しくて泣いたりしてて、本当子供なんですが当たり前ですけど、でまあ彼が、まあ、うちの家にも泊まりに来て合宿したり、うちの家に泊まりに来てる時に嫁が洗濯して、うん、バンテージを巻いて練習行く前に置いてるっていう、僕のバンテージ以外でしたのは多分スバルだけですね。本当自分の息子みたい、息子もそう思ってる、あ嫁もそう思ってると思うんですよ、自分の息子みたいな、まあ、それぐらいすごく可愛がってる選手なんですけど、まあそんなスバルがまさかデビュー戦ラスベガス、僕が憧れたラスベガス、しかもそれを解説させていただけるという、なんかこうご縁を感じましたし、うん、またなんかこう関係深いものがありましたね。今日入場曲は円谷でしたね。そうですね、2日3日ぐらい前に長谷川さんの曲使っていいですかと、まあ、僕の権利があるわけじゃないけど、まあ僕が世界戦初めて撮った時から使ってた思い入れの曲ではあるんで、まあスバルやったらいいし、引き継いでくれたら、まあ逆にスバルやったらまあ嬉しいなと思ったんで、どうぞ使ってくださいということで使って入場しましたね。その試合内容はどうやったんですか？相手の選手も、まあもちろん弱い選手ではないんですけど、しっかり自分のボクシングを貫いて勝っていましたけど、やっぱラスベガスでね、デビュー戦迎えるって多分緊張すると思うんですよ。その大舞台で堂々と自分のボクシングを貫いたハートの強さはすごいなと、僕はよく練習している証拠だなと思いますし、またこうアマチュアスタイルとプロのスタイルが今はまだミックスされてて、完全にプロではないので、こっからどん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 またプロっぽくなって、まあ、ロマチェンコがそうであった通り
アマチュアからプロになった時にどん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 プロのスタイルになっていた通り、スバルもこれからどん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 プロのスタイルになっていって、さらに強くなっていくと思うんでね、楽しみは楽しみですね。あとね、スバルって昔からもう走るの死ぬほど速かったんですよ。10キロとかマジでリアルマラソン選手ぐらい速いんですよ。でお父さんからも相談されたことがあって、基本的に10キロでやっても8キロでやっても800メートル走ってるぐらいのスピードでずっと走ってると、これで練習を打てますかって言ってたんで、いや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 、そんだけのスピードで走れるスタミナはまずすごいですねと思いましたけど、まあそんな飛ばさなくてもいいと思いますよだから今日解説であの村田亮太選手と一緒だったんですけど、村田亮太選手も走るのめっちゃ速いって聞いてたんですよ。で多分僕が知ってるボクサーで一番速いんですよ、まあ、走るのが速いから強いとかじゃないですけど、これはもう村田亮太対村田スバル、村田のスピード対決やってほしいなと思いますね。この YouTube もし村田亮太選手が見てたら、ぜひ村田スバルと村田亮太、村田スピード走お願いします。まあ、世界チャンピオンになれる器というか、今見ててどうですか？いや、もちろんなれますよ。まあ今の時代4団体あるしね、うん、あとはタイミング と、成長が大事かなと。まあやはりラスベガスという舞台でしっかり当たり前の試合を当たり前のように結果残す、あのハートの強さと精神力は、まあ僕ね、あの三浦選手元世界チャンピオンの試合で一回、LA かなラスベガスがどっちかリング上がったんですよ、旗持って。僕試合せへんけど死ぬほど緊張しましたもんね。あ、俺これ試合やったら多分もう緊張しすぎてロボットみたいになってるなとか思ったら覚えてるんで、やっぱそれあんな舞台でしっかり試合をして結果を残すハートの強さ、本当に尊敬できますね。うん、まあ試合内容はね、相手ダスマリナ選手か、うん、まあ、もちろん前評判もそんな高くない選手で、まあ、井上選手とやってもバッチリ井上選手からすると噛み合うタイプだったと思うんで、まあ、どういう倒し方をするのかなっていう見方は見方だったんですけど、で自分より背が大きいんで余計やっぱボディっての打ちやすいですから、ボディで倒すところはさすがですね。まあ最初はね、ジャブアッパーボディで、あれはね狙って打ったわけじゃないと思うんですよ。僕らサウスポーが右に相手にジャブアッパーボディって、そのボディ打つときはジャブアッパー空いてるボディってちょっとため作るんですけど、あの打ち方はジャブアッパーボディはおそらくコンビネーションでミット打ちで練習して自然に出るパンチだと思うんで、あれは多分狙っては打ってないですけど、まさかジャブアッパーボディって僕が右手やっててそんな普通に打ってくる選手今までいないんで、ダスマリナスも結構びっくりしたパンチだったと思いますね。ジャブアッパーボディってえっみたいな、でちょっと遅れて効いてくるみたいな。あのジャブアッパーボディは簡単に打ってますけど、あれスパーで打つのも難しいのに試合なんかやったらもっと打てないです。はい、1、2、3のタイミングで打ってますから、普通1、2、3なんです。1、2、3にすることでその3がちょっと強くなるんですよ。1、2、3でタメを作ることで、でもあれ1、2、3の同じリズムで打ってるんで、しかも全部パンチ強いっていう、だからまああれは練習で当たるし確信を持ってるパンチなんでしょうね。で2回目のダウンは相手の外側、相手から四角になる方の外の四角になる方を取って綺麗な角度でボディを当てていた。で最後のダウンは今度サウスポー相手に内側に入って今度内の四角になるボディですよね。2回目は外からの四角、3回目はこっちからサウスポー相手にこっち内側から内側の四角になるボディで、倒して、まあ同じ左ボディですけど、まあ、狙ってかどうかは分かんないですけど、全部角度が違うのかな、打ち方も違うボディで、まあ見事の一言ですね。
その3種類ともボディがちゃうってことですか。そうですね、まあ、同じボディでもやっぱダスマリナスも世界1位ですから、左ボディもらわないように最初のダウンもらってからしっかり肘でブロッキングしましたから、だからこれは左ボディで倒すの難しいなと僕は思って、まあ多分ボディを打って次ボディと見つかけて上で持っていく展開なのかな、それで倒すのかなと思ってたんですけど、結局全部左ボディでしたからね、逆にすごいなと思いましたね。そうですね、まあラスベガスの日本人の試合はたまたまですけど解説させていただけて、まあ、僕がラスベガスでリングに立ちたいっていうのを目標に、防衛したらいつか立てるかなと思って頑張ってきたそのラスベガスが今はやっぱ日本人がやっと普通に立てれる、まあ普通ではないですけど、やはり強さが証明できた選手は立てるという時代になってるんで、まあどん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 これからラスベガスで活躍する日本人が出てきてほしいなと思います。